ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は SA22C12A エンジンの分解と各部品の紹介をしていきたいと思います。それでは始めていきたいと思います。各部品の紹介は 13B のエンジンと比較しています。8分20秒ぐらいから始まりますので、そちらをご覧になりたい方はそちらの時間まで飛ばしてみてください。まずプーリーボスを外します。フロントカバーのボルトを6本外していきます。プランジャーコントロールのボルトを緩めておきます。プラハンなどで叩いてフロントカバーを浮かせます。 12A エンジンの場合は紙ガスケットですので、結構張り付いてることが多いので、少し強めに叩いて浮かせていきます。今回のは結構硬かったです。フロントカバーのオイルシールを外します。叩きながらゆっくりフロントカバーを外します。長い間放置されていた車のエンジンですので、中は結構汚れてました。ドライブギアを外します。オイルポンプギアを外します。かしめがありますので、こちらを起こしてから緩めていきます。今回ちょっとキーが先に外れちゃったので、キーを差し直してかしめを起こしていきます。頭の17のナットを緩めていきます。ちょっと勢いよく叩くと外れます。オイルポンプ側のギアを軽く叩きながら上に持ち上げていきます。この時キーを落とさないように気をつけてください。カウンターウェイトを外します。ステーショナリーギアのボルトを6本外していきます。ステーショナリーギアをポチッと外します。ただ今回はちょっと硬くて外れなかったので、逆さまにした時に中身が落ちないように中身だけ外して後で外します。スラストベアリングやスペーサーなどを外していきます。本来これは簡単に外れるわけなんですが、今回はちょっと苦戦してます。ボルト4本を緩めてオイルポンプを外していきます。キーを落とさないように注意してください。今回ステーショナリーギアが外れなかったので後で外します。フライホイールのオイルシールを外していきます。今回はこじるだけだと外れなかったので、叩いて外していきます。ステーショナリーギアのボルトを6本外していきます。テンションボルトを緩めていきます。ちょっと長くなるのでカットしていきます。
ションボルトを外していきます。場所が決まっていますので元の場所が分かるようにしておいてください。リアハウジングを外していきます。軽く叩いてまずはリアハウジングを浮かせます。変な場所を叩くと割れてしまうことがありますので気をつけて叩いてください。では外していきます。リアローターハウジングを外していきます。こちらも軽く叩いて上に置かせて外していきます。リアローターを外していきます。インタメを外していきます。軽く叩いてインタメを浮かせます。インタメが軽く浮いたら10センチから15センチほど一度上に持ち上げ斜めにして抜きます。フロントのローターハウジングを外していきます。ちょっと液栓が邪魔なので先に外しておきます。周りを軽く叩いてまずは上に少し持ち上げます。軽く上に持ち上がったら引き抜きます。ローターを外します。外れなかったステーショナリーギアを叩いて外します。今回のは結構硬いですね。分解は以上になります。これからちょっと外した部品を軽く見ていきたいと思います。こちらが外した部品になります。左側がリアになります。で、右にほどフロント側に並べてあります。あとこちらが液栓ですね。一応分解した部品はこんな感じになります。ここからは分解した12エンジンの部品を見ていきたいと思います。部品は全部洗浄後のもので油分は取ってきれいにしてあります。で、こちらはローターハウジングになります。今2021年になりますが12エンジンは最近では全然見なくなりましたね。で、ローターハウジングももう部品では出ないのでエンジンブローしてしまうともう交換部品がないような状態です。今回のエンジンは長期不動車両のエンジンだったので、まあ、エンジンブローはしておらずローターハウジングが使えますのでインナーパーツだけ新品に交換して組んでいきたいと思います。こちらが排気ポートになります。こんな感じですね。 13B のローターハウジングをちょっと用意します。こちらが、FC のものになりますが 13B のローターハウジングですね。まあ、比べてもらうと 12A と厚さが違うのが分かると思うんですけども、次にちょっと側面から見ていただいて、こちらが FC のものですね。 13B のもので、こちらが 12A ですね。で、
8なんかと同じくローターハウジングにスクエアリングが入るようになってます。次はローターの方を見ていきたいと思います。こちらが 12A のローターですね。こちらに、ここに刻印が打ってあるんですよね。これがリア、こっち側がフロント。なんでローターは8と同じくフロントリア規定がありますので、組むときに間違いないように組み付けていきます。あとはここの形状もフロントとリアで逆になってますので、次に 13B のローターとちょっと比較してみたいと思います。見てもらって分かる通り、こちらも幅が全然違いますね。ちょっとくぼみの部分を見比べていただいて、 13B の方は均一に彫ってあるんですけど、 12A の方のローターはちょっと池に彫ってありますね。で、次は液線の方の比較をしていきたいと思います。こちらが 12A ですね。で、こちらが 13B です。見てわかるようにこちらも長さが違いますので、流用とかはできないです。次はサイドハウジングの方を見ていきたいと思います。こちらがリアハウジングですね。ポートはこんな感じです。で、これがインタメですね。ちょっと真正面から見ていただいて、ポートはこんな感じですね。RX7 のポート比較の動画も上げてますので、よろしければそちらもご覧ください。で、これがフロントのハウジングになります。今回の動画、部品の紹介は以上になります。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。